大人のおもちゃ。はい。今どう思う？便利なやつ？便利なんだ。わかんないけど、うん、今日ね、まあ妊活とちょっと大人のおもちゃっていうちょっとアダルティーな話をね、皆さんさせていただこうかなと思います。はい、しくいちゃん。はい。大人のおもちゃ。はい。ですね。ついに来ちゃったね。ついに来ちゃった。踏み込んでいい領域なのかな、これは。まあ、ちゃんと真面目な話をしてもらえれば。真面目な話です。基本的にさ、なんていうの、こう生物っていうものは皆さん聞いてほしいんですよ。生物っていうものは使ってるとしっかりと機能を維持して、使ってないと退化します。これ原則だよね。すべてにおいてそうなんですよ。例えば骨とかでもさ、こうやってなんか骨折してさ、こんなちょっとなんかね、こんな感じでくっつけちゃったみたいな話になってもさ、この重力が乗っかってないところってなくなったりするんですよ。そうそうそう。それぐらいの、その、いらないとかどん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 退化していくっていうところが我々人類の、まあ、いいところでもあるわけですね。たださ、ご夫婦で、例えば、セックスレスって結構いるのってわかりますか？なんか普通に聞くよね。うん、特に、皆さんもそういう方っていらっしゃったら全然いいと思うんですけども、体外受精とかされてる方いらっしゃいますよね。とかってなると、もうなんかもうそれこそ5年ぐらい何か無理よ、もう私たちは無理よみたいな感じで、言いながら、なんか最後ね、なんか双子授かったとかってね、方いらっしゃるんですけど、40半ばぐらいで卒業されたと思うんですけども、いらっしゃったりするんですけど、本当にね、まあいろんなパターンがいらっしゃいます。なんですけども、まあセックスレスでもちゃんとゴールを迎えるにはどうすればっていうところで、ちょっと考えていただきたいんですよね。で、まずこの環境としてですよ、この、これ子宮ね。子宮。やばくなっちゃった。で、まあこういう感じになってるじゃないですか。角度的にはこういう感じになってて、なんか景観が奥の方にあってっていう形で、まあここら辺がなんか触れられるような形だと思うんですけども、まあ基本的に精子っていうのはこちらから切って、まあこの奥底の左右に分かれた卵管の方に向かうっていうようなイメージなんですけども、基本的にさ、この粘液ってやつあるじゃないですか。まあ、景観粘液ってここですよね。これ景観、地球の景観から水が出てって、水が出てって、基本的に、まあ、この辺からも粘膜なんてね、全部ね、膣の部分、粘膜が多少は出てってっていう感じで、水っていうからそこかなが出てくる感じですか。粘液が出てくる感じかな。粘液ですね。出てくるっていう感じ。ここは精子さんが泳ぐところですよね。だから、カラッカラン変わるとさ、なんかすごいいい感じの、なんか、ね、穏やかな、多い、水の多い川ってさ、まあどっちが泳ぎやすいっていうと、当然ですけども、多い方が泳ぎやすいんですよね。で、考えますと、まあこれはある程度あった方がいいよっていう形。こことか、こういう量とかって、子宮ちゃんとかってどう？例えばその、量、自分じゃわかんないか。人と比べることはないですけど。そうだね。そう比べるのなかなかないと思うんですけども、なんか、例えば、でも昔の自分とは比べられるわけじゃないですか。そうですね、うん、昔に比べると減ったかなっていう感じはありますね。減ったかなって感じ。でもそういう方、おっしゃる方たくさんいらっしゃるんですよね。例えばさ、何でもそうなんですけども、例えばなんか先生が消防士時代はそれなりに筋トレとかもやってたとかやらされてた感じですよね。マーベルとか上げてたんですけども、その時の筋肉に比べたら今ってもうふにゃふにゃですよね。ふにゃふにゃふわふわボディになってる感じなんですけども、その同じで、ここも粘膜とか膣なんて筋肉が一番あったりするんですよ。で、子宮なんかもそうなんですけども、子宮とかっていうのがほぼほぼ平滑筋っていうものになってたりするわけなんですけども、そういう部分っていうものがなんか例えば刺激を受けることによってこれらが出るわけじゃないですか。刺激を受けることによってこれらが出るのに、なんか刺激が全然入ってこない状況になっちゃうのってわかります？セックスレスになってくると、はい、うんうん、なんだけど、っていうことは、例えばこう粘液が出なくなるだけじゃないんですよ。粘液が出るってことは、その手前にそれを支えてくれる血流がいるのと分かります？血流があることによって、この血液の一部が、ね、粘液に入ることと分かりますよね、うん、まあ経過もそうなんだけど、この血液もさ、例えば筋肉なんかもそうだけど、まあ全部筋肉だからね、ほぼね。使っていくと血流良くなりますよね。だけど、使ってないと血流って低下してくるっていう感じですよね。考えますと、血流が低下すると当然ですけども、若干ちょっと不利になるっていう形ですよね。で、血流っていうものは当然ですが同じような動脈に栄養されているので、子宮の方の内膜とかにもちろん当然ですけどね、必ず影響します。
卵管なんかにももう必ず影響します。で、子宮にぶら下がってる大切なのは何、ちくちゃんこの辺であるやつ、卵巣。卵巣ですよね。卵巣なんかも似たようなものに使われてるわけだから当然ですけどもそうですよね。または骨盤内の血流って大切じゃないですか。ね、その中の循環とかって良くなきゃいけなかったりするわけなんだけど、そういうものも良くないっていうような状況になるとやっぱりすごく不利ですよね。考えますとここの部分の血流というものをとにかく良くしていきましょうよという話になります。そこでなんですよ、本編にようやく入りますね。大人のおもちゃ的なのがね、どうしてもこれなんかセックスレスになってそれを挽回しようってもの多分無理だと思うんですよね。いろんな話聞いてると そこは必要だからって話でもするもんでもないような気もするので、なんか無理かなっていうふうに思うので、まあ女性側の努力としてはこういうものってあるわけじゃないですか。なんか無茶なのやめてくださいね、これはね。なんか普通のでいいと思うんですよ。普通が何だかもちょっとようわからんですけど、そう、先生は使わないからね、わからんのだけど、本当にまあ常識的な形状と大きさのものとかってありますよね。あとはその衛生環境、とても重要になってくるかなと思います。衛生環境も担保されたようなものがいいかなとは思うんですけどね。そういうものを使っていただくと、これらのところがだいぶ解消されるんじゃないのかなと思います。まあ、体外受精頑張られてる方、ね、タイミングのもう1回2回しか無理っていう旦那さんもいらっしゃいますよね。とかそういう方々っていうね、それでもやっぱり、まあ、回数増やしてくれっていうのはここも合わせてのものだったりするので、まあ当然ね、夫婦生活を超えるものじゃないんじゃないのかなとは思うんですけども、それでもやっぱりね、こういうことをすることが骨盤内の血流とか良くなったりだとか、副交感神経緊張させることにものすごく関係してきます。だから大体さ、こういうのを使ってるとね、話聞くと、もうこういうとこってオープンだから何でも話すのね、はっきり患者さんとね、話すんだけど、なんか眠たくなってくるらしいんだよね。使ってると、ぼーっとしてくるって話聞くので、ということは副交感神経緊張してるってことは、子宮卵巣のね、システム的な血流が良くなるっていうことなので、ちょっと参考にしてみてください。まあ優しくね、使っていただければいいんじゃないかなと思います。ちくちゃん、はい、今日の話なんかちょっと攻めたよね。伊豆先生の周りには。うん、ね、うん、どう思う？最近はね、フェムテックって言って、フェムテック大人のおもちゃって言わないんだよ。フェムテックって検索すると出てくるんだよ。フェムテックってあれだよね、その女性が、女性の機能をちゃんと維持しながらこう社会に適応していくみたいな、そんな理屈だったよね。まあ、女性の健康、ヘルスケアとかに関するこうテクノロジーの一つとして、フェムテックで検索すると、大人のおもちゃというか、そういうなんか、ヘルスケアみたいなので出てくる。最近のは可愛いんだよ、ちゃんと。最近の可愛いのは、ね、本当に大切な話でね、こういうものもね、なんか例えばさ、みんな筋トレするのは道具使ったりするじゃないですか、とかと一緒で、なんかほら道具使った方が効率良かったりするわけじゃないですか。で同じなんですよ、本当に。例えば G 行為でもいいわけじゃないですか。なんだけど道具使った方が、まあ、中の方にあるから効果的かもしれないって、そういう感じでね、そういうテクノロジー的な論点もなかなか面白いかなと思いますね。でどこに売ってんだろうね、こういうのってね、大人のおもちゃって。あれ絶対あるのはドンキでしょ。ドンキローテ。あ、名前言っていいのそれって。ダメなの。分からんけど。弊社のイメージがまた。なんで。しくちゃんが言ったって言ってた。ドンキさんですね。ドンキ云々と僕は言ってないですからね。ドンキさんですね。ドンキさんに売ってるみたいです。富士山にもあるよね。あります。新宿あるのかな。ありますよ。あるか。はい、まあ、ありそうだよね。新宿たくさんありそうだよね。なんかだからみんなぜひドンキ見に、だから旦那と見に行けばいいじゃん、これね、うん、そうですね、でこんな感じです、うん。